皆さんこんにちは、カプコンの辻元です。いつもの通りこの2人で、僕と3人で、皆様に情報をお伝えしたいと思っております。ではまず自己紹介させていただきます。どうぞ。はい、モンスターハンターワールドアイスボーンでエグゼクティブディレクター、アートディレクターをしている藤岡かなめです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、アイスボーンディレクターやってます市原大輔です。よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、はい、僕のマイハウスに来ていた2人が来ていただいてますということで、今日はですねタイトルアップデート第1弾の情報をお伝えしたいと思うんですけど、そこのタイトルアップデート第1弾で他のプレイヤーがマイハウスに来れるようになるんですよね。お招きいただきました、はい、ありがとうございます。というわけでちょっと僕の部屋ちょっと雰囲気も変えてみましょうか。そうですね、ちょっとね、はい、これあのタイトルアップデート第1弾で販売する予定の家具とかちょっと置いてみましたんで、はい、こんな感じ。あらあら、いい商品ですね。可愛らしい。これ実際僕の部屋って言ってこれやったらちょっと驚くでしょうね。だいぶパステルな感じ。だいぶね。辻元さんの趣味になるね。これは。タイトルアップデート第1弾から追加される、まあ有料のやつもありますけど、家具もありますので、いろいろマイハウスの方も、着せ替え楽しんでいただけたらと思います。はい、それでは、情報をお伝えしていこうと思います。すでにご覧の方もいるかと思いますけど、このタイトルアップデート第1弾で。目玉となるあのモンスターあの映像をまず見ていただきたいと思います。どうぞ。こいつは というわけで、まずタイトルアップデート第1弾の目玉となる、ラージャン、こちらの方から、ご紹介したいと思っております。アイスボーンでも特別任務クエストで出てくることになります。条件を満たしましてセリエナにいる特定の、人とですね会話をすることによって、この特別任務っていうのがオープンされますので、それを受けていただいて、ラージャンと対峙していただくということになります。モンスターハンタードスの時に、はいはい、初めて登場したモンスターとなります。うん、激しい攻撃で場をかき乱すっていう超攻撃的なモンスターなんですけど、まあ、それをワールドらしく、まあ、しっかり生物的な表現とかもしっかり入れて、リメイクされたモンスターですね。かなり前足強力なんで油断すると本当に一撃でやられるみたいなモンスターですね。で、イカルと金色に輝くことで、まあ、金獅子とも呼ばれております。アクション部分では前足が強化された状態と気効果状態ですけど、その状態が特に危険です。知能もちょっと高くてですね、通常状態だと落とし穴回避したりとか、先ほどお話した投機効果状態で前足が強化されている状態だとしびれ罠壊すんで、しっかりとこのモンスターの状況を見ながら攻略を目指していただきたいなと思います。今回新しいアクションとかも追加してますんで、その辺も注目していただければなと、はい、油断できないモンスターに仕上がってると思います。はい、はい、ラージャンといえばですね、装備も大人気ですので、こちらの紹介もしたいと思います。先ほど言った怒った時にこう金色に輝く毛並みと、まあ、ちょっと黒とのこうコントラストっていうのが結構デザイン映えをしますので、まあ、そういったものを生かしつつ、そのちょっと歌舞伎の衣装というか、ああいった感じのデザインになっています。スキル面はモンスターのイメージ通り超攻撃的なモンスターなので、ちょっとそういう風に振ったスキルがかなり揃っている防具になってまして、まあ、ちょっとラージャンの武器自体が結構癖のある武器なので、まあ、そことの相乗効果みたいなところも狙えるスキルを入れております。導きの地、こちらについて少し紹介させていただきたいと思います。この導きの地っていうのはアイスボーンの、ストーリーをクリアした後に発見される新たなフィールドになります。荒れ地のような乾燥地帯から
古代寺の森のようなこう植物が豊かに生息している場所から、オカサンゴのようなちょっとユニークな植生があったりあるような場所であったり、また深い場所にはこうちょっと小規の谷のような場所もあったりと、かなりこう幅広い生態系を内包したフィールドになります。はい。そこでまあできる遊びっていうのはどんな感じに？各植生によってそれぞれその地帯レベルというのを持ってまして、そこに生息しているモンスターをこう調査して狩猟していくことで地帯のレベルが上がっていくっていうような仕組みになってます。でこの地帯を上げていくことで導きの地にしか登場しないモンスターだったりとかっていうところが登場するようになっていきます。ジンオガもその一種？そうですね、はい、ジンオガの方も導きの地を調査していただければそこに登場するようになります。地帯のレベルの、高さとかっていうのは各プレイヤーごとに持ってるパラメータになってて、ユーザー同士でユニークな環境がそこに育っていって、まあ、とりあえずその出会いたければその地帯レベルの整った環境の、リーダーの、探索に参加していただいて、そこでもっと狩りたいってなったら痕跡を見つけて調査クエストを配出してもらってそっちのクエストに行くっていうような形の遊び方になります、はい、それ以外にもこの場所で入手できる素材で武器のカスタム強化っていうところを拡張していけるものになります。そのカスタム強化の中でもちろん性能の部分もそうなんですけど、ちょっと見た目の方も少しだけですけど変更できるような要素も入れてますので、まあその辺と組み合わせて自分オリジナルの武器っていうところをどんどん作っていってもらうというところができるかなと。はい、導きの地におきまして、ユーザーの皆さんからたくさんいろいろとご意見いただいておりまして、もっと遊びやすくなる形で調整を入れようと思っております。通常プレイをされているユーザーの皆さんにはご迷惑をおかけしております。もっとゲームが遊びやすくなるように慎重に今調整を行っておりますので、今しばらくお待ちください。今回のタイトルアップデートで、導きの地にもですね新しいエリアが追加されます、そちらの方がですね溶岩地帯、こちらのエリアが追加されます。ラージャーの特殊任務が始まった時に同時にですね、この地帯が開放されるといった感じですよね、はい、この溶岩地帯をまあ調査探索することで、まあ、今まで、導きの地に出現しなかった熱いところに特化したモンスターたちがどんどん出てくるようになりますので、まあ、そういったものもちょっとどんどん、やっていてもらってまあ、遊び込んでもらえるとさらに地帯レベルが、ね、上がっていって、まあ、豊かな環境にどんどんなっていくかなと思うので、はいはい、さらにこのエリアで採取できるような素材とかでも武器のカスタム強化が新たにできたりとかする部分もあるので、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、はい、導きの地での、まあ、やり込み要素になるんですけど、今回のアップデートで考えていることがあります。モンスターハンターワールドに登場した装備の重ね着を一部実装をしようと思います。今回アイスボーンから重ね着の生産は加工屋さんになってますので、加工屋さんの方のラインナップに追加されるという形になります。でラインナップの追加は導きの地で手に入る素材を入手すれば追加されるという形のフローになります。はい、モンスター関連でもう少し皆さんにお伝えしたいことがあります。これまでですね歴戦の個体で出現してこなかったですねレウストレイヤーの希少種、こちらの歴戦の個体がいよいよ登場いたします。こちらですね今回のタイトルアップデート以降で出現する予定になっておりますが、条件面とか、少し、お伝えしたいと思います。利用レイヤーの希少種の方が導きの地の荒れ地地帯を調査してもらって、荒れ地地帯のレベルが上がっていくと出るようになります。でヨルウスの希少種の方はオカサンゴですね、サンゴ地帯の方の調査を進めていくことで登場するようになります。そこから得られる報酬とかはどういうのがあるんですか？かなり上位の歴戦用の素材が手に入ります。だいぶ手強くなってますよね。でもだいぶ手強いです非常に手強いです。はい、はい、覚悟して覚悟してね臨んでもらえればね、はい、しっかり準備して臨んでください。はい、はい、次はですね今回のタイトルアップデートからですね、マイハウスに他のプレイヤーを呼ぶことができるようになります。なのでその辺のマイハウス関連のことをちょっと説明したいと思うんですけど、今は、僕の、マイハウス僕の部屋でですよね、はい、ちょっと落ち着かないですけどお伝えしてましたけど、はいはい、せっかく今回のアップデートで他人のねマイハウスに行けるようになるので、はい、藤岡さんのマイハウスの部屋に来ます行っていいですか？
嫌です。じゃあかんです。行きます。はい、というわけでちょっと移動してみたいと思いますので、はい、じゃあせーので移動しましょうか。せーので行きます。行きましょう。せーの、はい、はい、あー、というわけで来ました藤岡さんのところに。はい、僕の部屋です。いい曲流れてますね。そうですね、まあ、2階の入り口入ってすぐ右手に演奏ボックスという家具が今回追加されてまして、演奏ボックスに直接アクセスしてもいいですし、ルームサービスの方からでも構わないですけど、マイハウスに流れる曲を今回変更できるようになってます。なるほどなるほど、はい、今回のアップデートでも何曲か追加されるんですかね。はい、はい、でさらにまあ今後のアップデートとかでも追加していければなと今考えております。はい、はい、あとあの藤岡さんといえばあのオフィスの机のところにもすごいいろんなフィギュア置いてあるけど、ね、20年来の、ね、フィギュアたちが、フィギュアがやっぱり好きなんですよね。あ、まあね、ちゃんと好きですね。やっぱりこの部屋にもちゃんと飾ってるんです ね、ね、実は今ちょっとあるドスジャグラスさんがいると思うんですけど、はい、実はあれもあの特殊な家具でして、モンスターのフィギュアを飾ることができるようになります。はい、今回のドスジャグラスに関しては、無料のダウンロードコンテンツとして全てのユーザーさんが取得できるようにしております。あんまりクエストとかでこう対峙してるとなかなかじっくり見る機会がなかったりするんですけど、フィギュアにアクセスしてもらうとそのモンスターをじっくりこういろんな角度から見ることができるので、新たな発見がね、うん、こんな風になってたんだっていうのが結構ここで見れたりとかします。はい、さらに、藤岡さんなんか装備を飾ってますね。なかなかいい装備を揃えていらっしゃいますね。はい、まあ、自分好みのね、ああいうのも、まあ、置くことができるってことですね。はい、そうですね、はい、今回新しい家具として、武具を飾れる場所をご用意してます。で、あと今ご自身が着てる防具だったりとか、うん、マイハウスにセットされてる防具っていうのを あちらに飾ることができるように、今回しました。設定とかでパスワードかけたりとかもできるんですよね、これ。あ、そうですね、同じ周回エリアにいるユーザーさんに対して基本最初はフルオープンになっている状態です。はいはい、行きたい人の部屋に勝手に入れるようになってるんですけど、やっぱその、まあ、プライベートな部分もあるので、入られたくないっていう方はパスワードをかけていただいて、で、まあ、招待した時はそのパスワードを教えてあげて、そのパスワード入れて入ってねっていうような形の対応を今回しておりますので、はい、そんなに少しご注意いただければと思います。はい、今ご紹介しました家具はですね、一部有料のものもありますが、無料のものもありまして、それは、皆さん、受け取っていただけますので、ぜひですね自分好みの、マイハウスをカスタマイズしていただけたらと思います。どのような家具があるかというのはですね、公式サイト等を見ていただければと思っておりますので、そちらでご確認ください。はい、ここからですね、2019年今年のですねタイトルアップデートの、情報をですね、いわゆるロードマップとして、皆さんにお伝えしたいと思っております。無料のタイトルアップデート第1弾は10月の10日配信を予定しております。目玉となるのはですね、追加モンスターの、シリーズのおなじみのラジャン、そしてですね、それに合わせて、導きの地の、溶岩地帯が開放いたします。さらにですね、マイハウスに他のプレイヤーを呼べるような機能や、新たな家具や演奏ボックス、こちらの方が追加されます。次にですね、11月のアップデート、先日発表されましたバイオハザード RE2 とのコラボクエスト、そしてですね、ブグデザインコンテストで、最優秀賞を受賞したハンターの武器とオトモアイルのブグが生産できるクエスト、こちらの方を配信する予定になっております。そして PS4 版ではホライゾンゼロドーン凍てついた大地のコラボクエストが配信されます。こちらのコラボクエストですが複数回の配信になりますので説明させていただきます。まず11月なんですが、ストームスリンガーというそのホライゾンゼロドーンに出てくる、武器がライトボーガンとして、生産できるクエスト、あとまあ武器チャームとかっていうのが追加されます。でさらに、12月のアップデートで、ワンセット防具、これもあのゼロドーンの方に実際出ているシールドウィーバーという装備が生産できるようになります。新たなお供装備だったりとか、11月に登場したストームスリンガーを強化できる、クエストも配信します。で、まあ、ここで強化してもらうと専用のアクションだったりとかができるようになりますので、まあ、ぜひ強化していただければなと思います。さらに12月のアップデートでは新たに開拓者の服っていうのを生産できるクエストを配信します。このクエストではあのワールドの時のコラボ装備、アロンの弓であったりとか友の機械獣装備とかっていうのも強化できるようにしてますので、ぜひプレイしてみてください。はい、こちらのコラボに関しましては、配信が近くになりましたらさらに新しい情報を公開いたしますのでご期待ください。次にですね、12月、こちらの方もアップデートを予定しております。こちらの12月のアップデートではですね、モンスターの追加を含む無料タイトルアップデート第2弾、
こちらを予定しております。追加モンスターの情報に関しましては今後の情報をお待ちください。さらにワールドを遊んだ皆様にはおなじみかもしれませんがアステラ祭り、こちらの開催も予定しております。アステラの周回エリアだけではなくセリエナの周回エリア、こちらも特別な装飾になりますのでご期待ください。というわけで、今ですね年内のアップデートの情報をお伝えさせていただきましたが、来年2020年こちらの以降のですねタイトルアップデートに関しましてはまた今後皆様にお伝えできるタイミングでお伝えしたいと思っておりますのでご期待ください。今回の情報は以上となります。というわけで、そろそろお別れの時間となります。最後は、いつもの掛け声で、終わりたいと思います。それではいきます。ひとかり行こうぜ。プレイステーション。